三重東上落寺は、滋賀県湖南市西寺にある、天台宗の寺院。三号は、阿勢山。本尊は、千樹観音。同じ湖南市に所在する、長寿寺の、当寺に対して、西寺と呼ばれている。長寿寺、前水寺と共に、湖南三山の一つに数えられる。1月中旬には、西寺の鬼走りが行われる。大見西国33箇所間の御礼状第1番。 札書。創建の時期及び事情については、資料が乏しく定かでない。次元では、和道年間に、元明天皇の直眼により、両弁によって創建されたとする。また、長寿寺同様に、がら器具の鬼門を封じていたとも言う。延暦年間に、天台宗に改められ、平安時代から鎌倉時代にかけては長寿寺と共に、歴代天皇の尊数が厚く。 汗山五千坊と呼ばれるほどの天台仏教園を形成した。演文五年に火災によって、ガランが全焼するが、同年のうちに身喜びらによって再興される。元気二年六月から九月にかけて、織田信長に反抗して、安軍金森に一向一期勢が集結した際には、信長敗下の佐久間信森が当時に本人を置いた。また、上落寺にあった、宝徳四年に建てられた。 二王門は豊臣秀吉により伏見城へ移築され、ついで慶長六年に徳川家康によって御城寺へ、再び移築され、御城寺の大門となっている。明治時代の神仏分離によって、当時の陳寿者であった三世神社が独立している。ありがとうございます。